1924年5月11日、モスクワ。写真左、メガネの男性が内藤民次、内藤民二。内藤民二は、日本のジャーナリスト、編集者である。1885年10月28日、新潟県に生まれる。上京し、東京府豊玉郡渋谷村上番松御領地にあった、東京農学校に入学、同校を卒業する。 1906年、20歳の頃に、アメリカ合衆国に渡り、ニューヨークヘラルドが身の特派員となる。11年間の在米中に、東京市神区駿河台袋町にあった、関広史直の主催する、日本風俗税観光会から、世界みかんシリーズ全12巻を上司している。1917年に帰国、出版社、中外者を起こし、同年10月1日、 総合雑誌、中外を、創刊、同志の主観となる。翌1918年12月、吉野作造らの、黎明会の設立に協力している。同年頃、俳優の上山宋人の推薦で、上山の近代劇協会の女優、伊沢蘭者が、中外者に入社している。翌1919 19年、上山の渡米で、 近代劇協会は解散、内藤は、畑中昭派の劇団、日本新劇協会の旗上げを支援し、伊沢も、同劇団に入団している。なお、伊沢とは、愛人関係にあった。中外市には、伊沢のほか女性も多く執筆し、伊藤の絵、上近一子、長谷川しぐれ、その夫の三上音吉、後藤新平、堤清聖六、山口古賢。 坂井俊彦、洋画家の斎藤よりなどが執筆した。1920年8月、霊明会は、解散、1921年、中外市を休館する。その一方、1919年に、日露総副会を創立し、超党派の立場から、ソビエトロシア承認運動を推進、後藤新平の意を受け、ソ連の極東代表、 アドルフ・ヨッフェを日本に招くなど、日ソ国交回復に貢献した。1924年、ソビエト連邦に旅立ち、レフトロツキーらと交流する。戦後、日本と、ソ連、日本と、中華人民共和国間の関係の改善に、尽力した。1965年7月15日、死去した。満79歳没。変著に、堤清六の障害がある。 内藤の雑誌、中外は、1988年5月から12月、富士出版が、全刊復刻した。ありがとうございます。